まあ、肋骨ぐらい折れるのは怪我のうちじゃないですかね。うわぁこれ、もう次あかん。はい、こんにちは。こんにちは。山崎です。今日は、キックボクシングの、元世界チャンピオン、金沢ちゃんとす。その息子さんお二人と、格闘技をやっておられる金沢ファミリーとキックとかパンチを実際に僕ら受けさせてもらおうという企画でやっていきたいと思います。じゃあお願いします。お願いします。この間美月くん試合やって、はい、1ラウンドで15秒ぐらいで、まあ、1回ダウンして、はいはい、で2回目でバックグローで30何秒で試合終わったよね。31秒で、はい、まあ、そんな感じで、カナダチャンプの、まあ、エリート指導を受けておられるんで、多分ね、その僕らが知らん世界というか、まあ、威力的なことも気配の部分でようわからんのにもう食らってるとっていう、そのストレスを僕らはどう逃がしていくのかっていう練習を、まあ、整体師なんで一応やってるんですね。で実際にその蹴りとかパンチを食らわしてもらってどんなもんかっていうのを体験して、そのまんまの感想を皆さんにもお届けしたいなと思います。蹴りからちょっと受けさせてもらっていいですか。早速ですけど、はい、じゃあ、はい、私が使ってやるです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれで蹴りもパンチも全部受けてます、はい、すごい。じゃあ受け方もちょっと教えてほしいんですけど、はい、じゃあはいはい、聞く、はい、本来はこんな感じで受けるんですけど、どんなもの蹴りかっていうのを試しに見たいっていう方はもうこれでいいです、はいはいはい、これでもうこのまま出してくれれば、このままこれこうですね、こうですね、はい、ちょっと顔の高さですね、はい、じゃあはい、お願いします。お願いします。まずはじゃあ、3割ぐらいの力から、あ、はい、はい、おっす、おっします。おお、ちょっと体が動かされるな。じゃあ次が、7割ぐらい。7割ぐらい。おっす。おお。来ますね。来ますか。受ける。7割ぐらいじゃあ7割ぐらいでまず受けてみますか。受けてみる。大丈夫か。お願いします。はい。じゃあ7割。はい。おっす。体結構でしょ。来ます。止まっとってなるべくね。うん。4回7割。はい。おお、どう入ってくる、入ってきますね、中まで。おお、次は100でいきましょう。もう倒すつもりで。はい、いきます。おいつ100で、おいつ、はい、きます。おお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 頭に食らうっていう、これはすごいな、はい、ちょっとさ、はい、蹴ってくれちょ、どんなもんか、どんなもんか。じゃあ、まあ、蹴ってくる。上がりますか。まあ、ちょっと低めにして。そうですね、はい、そしたら低めで、はい。リアルやってるんですよ。ピンポイントで蹴るってのも難しいんですよ。難しいですよね。はい、はい、じゃあ受けてみますか。はい、はい、受けてみる、はい、確かに受けたから、はい、はい、はい、で、これが実際に頭に振らう蹴りだと思っていただければ。いきます。はい、100で、はい、おー肩取れそうすごいよね、こんなんが当たるんだ。ここ食らったらもう、ああやばい。なのでね、ハイキック食らうと皆さん KO になりますよね。ミドルキックですね。ちょっとミドルキックは特殊な持ち方がない、はい、本来はもっと大きなミドルですので、はい、こんな感じで持ちますね。で、彼はピンポイントで蹴れますので、うん、このままこう構えていただければ。で、必ず手を置いておいて、はい、ここで支える感じですね。まず耐えてみましょう。これですね、こんな感じ。そうですね、これもはい、で、これでガラスを支える、そうですね、私、いける
はい。でこれはね、もう体にくっつけておくのがいいですね。はい、はい、これも折れちゃいますので、ね、おぉ、そうですね。はい、おぉ、いきます。うわぁよく、よくじゃあすごいな、受けられた。うわこの番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。あと YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。これはすごいぞこれはすごいぞどうこれどう味わいました。これはすごい。これを生身で食らうのもね。そうですね。練習の時生身で食らうんですか。練習の時はあのちょっとスネガードしますんで。ああ、はい。それでもまあうまくちゃんと当たってしまうと、はい、怪我は、まあ、これ普通にまあ肋骨ぐらい折れるには怪我のうち入らないですよね。はあ。日常みたいな。日常の範囲。はあ、すごいなこれは。体に食うな。これはちゃんとした受け方せえへんと危ない。でもまあこれで受けたらすごいですよ。普通はもっと大きなキックミットってやつで、これはパンチングミットですから。ああ、次はローキック。ローキックはもう完全にあの体で受けると危ないので、はあの、まあ、本当はね、本当はまあちょっと軽く蹴ってね、これでもいいんですけどね。もうちょっとだけ大丈夫、これ大事でもいいんですけど、あの、ある程度こう痛みに慣れてないと痛いんで、はい、まあ一回試しに蹴ってもらうんですけど、はい、はい、これでいいです、これで、あの、こんな感じで、こんな感じで、これです。あ、まずちょっと軽に、ちょっとこれで、そうです、はい、大体すねのサポーターっていうのが、これのね、3分の1ぐらいの厚さなんですよ。はい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 、はい、で なので、まあ、本当は、まあ、普通に、まあ、スパーリングではこのくらいの蹴りを普通に蹴るくらってるなって、はいはい、体験できたんですね。どこ手をくっついたんでしょうか。ああ、逆にそうですね。はい、あ、こうか。そうです、その方が手のこの厚みだけでも痛くなっちゃうので、痛くないね。うわぁ、半分は蹴ってないか。半分すごい。ちょっとずつ強くしていきますので、はい、あかんってところだったらストップと。あ、わかりました。あかんでいいね。はいはい。ちょっとずつ強くしてね。おう。うわあ。これもう次あかん。それ今度重いやつはこれで受けてみましょう。すごい。これ同じ。これをここでこれこうやってやって両手で。受け方上手いですよ。いやいや、持ってかれた。あ、上手。いや、体の使い方、普通だって肩と外れますもん。いや、すごい、うん、すごいきますわ。これで受けたら、これいい勉強になるよ、絶対。あのこれ初回力入れてくださいね。その向け、こうやってやると、こうやってやるとこの厚みでこれがもう本当に効いちゃうんで、ここが絶対もうこれでそのまま逆にこうやって手のひら全体で散らす感じですね。はい、はい、おおこれ以上いくとあかんっぽいよ。やばいです、ちゃんとあの危機感は感じない、はい、でもまあ今のくらいの強さで大体あの鳴らすっていう感じで、あの全部やってやって、はい、向かいに、こっちもこんな感じで、はあ、鳴らすんですね。はあ、鳴らすこっちもこういう感じで、はあ、痛み鳴らして、はい、っていう感じですね。あ、ちょっとずつ上げていくんですか、その人に合わせて。合わせて。これ、あの足は、ね、あの何も伝えてないんで、はい、ちょっとは、はい、軽くやって、はい、軽くにしてください。怖い。これはあかんわ。反対。あ、これはあの怪我するね。だから実はローキックこれだけ痛いんですよ。はあ、これ今加減にすげえしてくれてるからあれやけど、
もう一個中に入れようと思われたらもう何日か影響ありそう。だからこの前ね、タケル選手のあの足見てみたいな、はいはい、あれは本当によかった、倒れなかったなんだそこまでなって、もう彼すごいですね。あれで関節それを踊りますからね、あんだけ足踏まれて、あれだから表面だけこう見えるけど中にも入ってますよね。中にもはもう内臓ですね。あくらあかん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 、膝もある、膝もあります。いや膝はどう受け方ちゃんと分からんと、膝もでも手術から押さえててピンポイントで来るので、そのままどうかこんな感じですね。これですね。はい。これいい。これいい。多分でもそれでも膝は相当、これでもまだ3割からそう4割ですね。ああ。膝は本当に効くので。はいはいはい。さっき言った教えてあげてね。そう。それでこれも体全体で受けた方がいいので、しっかり正面そうですね。そうですね。体も全体で受ける感じですね。これも。うわーい、え、怖っ。ずっと、手止まって、うん、もうここが離さない。あ、わかりました。ちょっと、うわーいきます。うわこれはちゃんと打たれたら死ぬね。いる、あ、いますすごい。パンチもいいですか。ちょっと彼ね、今実際に左肘怪我したミニショットだけ、はい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 、で、ちょっと打ってる、ちょっとミニショットだけ、これが、このまま、じゃあ本来ファンシングローブある時には、うん、ちょっと押し返すんですけど、もう今日はズレなんで、うん、そのままもう流れに当たった瞬間、流れに任したいんで構えません。で、目の前パンチ取ってくるので、どんだけのスピードで来るのかが結構面白いかもしれないです。これぐらい、あ、そうですね。ちょっと確か階段ですね。ちょっと思いっきり。おー違うでしょ。おー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 、くるくるくる来ますね。これ顔面に食らったやばいね。そうですね、これ切れるパンチなので、うん、あとドスっていうかはシャープと、僕はね、ちょっと空手のパンチまた違うところで、空手はちょっと硬いんですよね。はでも今のパンチってのはスコンコンと落ちるんですよ。はははは、ちょっと空手の出身の方たちの多いパンチは、はい、こうなんですよ。はこうなんですよ。はこうなんですよ。でも、今のやつはこんな感じですね。おお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 おちょっと空手はどうしてもパワーパンチになっているので、うん、空手出身の人はここを矯正するだけでも KO 率上がるんですよね。へえ。じゃあその例えばボディとかになったらそういうものを使うんですか。ボディもなんですけど、彼らのことは肩から出る、肩甲骨から出るんですよ。ボディ、右のボディでできる。おおこれゴシラのみ肩から来たよやってもらう、はい、結構な構えで糸かんと来ますよ、ほんまにきたでしょ。中に行きましたねこれやばいよね。残るやつやね。すげえ、ほんまに入ったわ。こういうゆっくりやるとこういう、え、それ普通にやるとどう違う。自分も全然出ちゃってるんで、あ、そうそう、僕も軽くもできるんで、はい、だから軽くとかってのはもうこういう感じなんですよ。はい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 
全然。でも、なんだろうな、肩から行くんですよね。ただ、どうしても、体のショット、こういう感じなんですよね。こういう感じ。それが、肩が入ると、肩なんですね。おぉ、嬉しい嬉しい。怖い。怖さが出る。すげえ、おもろい。でまあ、一応そういった、もうね、僕空手もやりますんで、僕も高くやるんで、ただその癖を抜かすのが一番大変かな、今日それはだからこっち側がそれやっぱ見えてないから、はい、気配、その肩甲骨を動かす気配を見えてへんからやっぱ怖いんですかね。例えば、うん、本当その通りで、そうなんですよ、うん、こういくパンチとここから出てくるちょっとタイミングがずれちゃうんですね。はい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 。でそうしてるのってやっぱ違う威力が来るから、そうですね、だからタイミングが違ってくるので、うん、ちょっとしたこう振り打ちになるっていう、はいはいはい、遅れてくるんですかね、どっちかっていうと。まあイメージ的には自分のイメージですよ、はい、イメージ的にはこういうイメージなんじゃないかな。ああこういうふうな感じで肩普通にこう来るとかにして、はいはい、こう来るとかそれが肩から来るとピッとずれるのに、その瞬間はすごくこう力みがないので。